おはようございます、めいやです。今回ですね、ちょっと久しぶりの室内の撮影なんですけど、まあ、ちょっとですね、物を買ったんで紹介しようかなという、そういう動画です。まあ、何を買ったかっていうとですね、まあ、これちょっと男性にしかわからないのかもしれないですけど、まあ、ちょっと後ろ見切れてるかな、これを買いました。これですね、このブラウンのシリーズ7ですかね。このヒゲ剃りなんですよ。で、ヒゲ剃りってですね、まあ、自分ちょっと持ってなくてですね、もう普段は、夜お風呂に入った時に、お風呂で T 字のヒゲ剃りでヒゲを剃るっていう感じで、まあ、ヒゲ剃りしてるんですけど、毎日はヒゲを剃らないんですよ。二日に一度しかヒゲを大体剃らないっていうのがあって、それでま、生活してるんですけど、最近暖かくなって外で撮影することが多くなってきてるんですけど、まあ、その中でですね、今日は天気がいいから撮影に行こうかなって思った時にですね、ちょっとヒゲを前日に剃ってないっていうので、まあ、ちょっとヒゲが伸びてるからちょっと撮影行くのをやめようかなとかいうことがあったんですよ。まあ最近の動画で結構ヒゲが伸びてる動画ってあるんですけど、編集してる時とかに、ああ、ちょっとヒゲが伸びてるの気になるなとか思ってたんでですね、まあ、ちょっとこの電気ヒゲ剃りを買えばですね、まあそんな時に簡単にヒゲが剃れていいんじゃないかなという、まあ、感じなんですよね。まあそれでですね、まあ、今回この電気ヒゲ剃りを買ってきました。だいたいですね、22,000円ぐらいだったですね。一番いいやつを買ってきたんでですね。それで一応、今回初めて使うんですけど、ちょっと試運転を兼ねて、充電して、用意してるんで、ちょっと。一応このヒゲはですね、4日間剃ってないです。4日間剃ってないとこれぐらいですね。ちょっと逆光で見えにくくはなってるかもしれないですけど、ちょっと今ヒゲが伸びててですね、まあ、ちょうどこれを試し剃りするにはいいかなと思って撮影してます。ものはこれですね。ブラウンのシリーズ7ですかね。これですね。さあ、一応ですね、売りとしては360度密着システム。あと人工知能テクノロジー。あとアルコール洗浄システムっていうのがあるんですけど、まあそれはちょっと後で見せましょう。というわけで早速、できればヒゲがですね、見えた方がいいんですけど、ちょっと逆光で見えにくいかもしれません。まあ、こんな感じで。鏡を。ああ、痛くはないですね、全然。あ、痛かったら問題なんでしょうけど。うん。結構思いっきり力を入れて押し当てないといけない感じかなっていう。もともとあんまりこういうの使い慣れてないからですね、どれぐらいの力で押しは当てていいのかわからないんですけど。まあ、半分だけ、まあ、こっち半分だけ剃ったんですけど、まあ、T 字と比べたらやっぱりですね、まあ、こういう電気ヒゲ剃りってあんまり剃れないイメージがあったんでですね、T 字と比べれば剃れてない感じですけど、それでもまあ、時間をかけてやれば剃れるんじゃないかなっていう、まあ、そんな感じですね。まあ、せっかくなんで全部剃ってみましょう。もう少し剃れるかなってちょっと正直思ったところがあったんですけど、なんかよく CM なんかで合ってるのを見たらよく剃れてる感じだったんですけど、なんかそこまで剃れてる感じがないんですよね。はい。まあ、この電気シェーバーで、まあ、ちょっと髭を剃ってみたんですけど、そうですね。やっぱりその、まあ、新品の、ま、初回っていうこともあって、ちょっと使いが、もう少しなんか力を入れて抑えないといけないのか知らないですけど、まあ、やっぱ T 字と比べるとやっぱり逸れてないっていう、ま、感じがします。まあ、ちょっとこの商品を否定するようなことを言ってあれですけど、まあ、実際、そうですね。伸びてるとき、やむを得ないとき、あとその髭剃りが手元にないときにこれがあったら、ま、髭が剃れるっていう感じだけど、その、やっぱ T 字で剃るのと比べてそんなに剃れてないかなっていう。まあ、そんな感じはしますね。使い終わった後はこのなんか洗浄機みたいなところに、まあ、入れるといいみたいなんですよね。こんな感じなのかな？これで入ってるのかな？
これで押すのかな？ああ、なんか洗浄されてるみたいですね。ああ、なんか、ああ、なんか鳴ってる。なんかアルコールの匂いがして、アルコール洗浄してるみたいですね。まあ一応これもですね、まあセットで、まあ2万2000円ってことですね。あ、もう終わったのかな？あ、意外と早く終わるみたいですね。あ、いや、また鳴り出しましたね。あ、まあちょっとどれぐらいかかるかわからないんですけど、まあ動画はこれぐらいにしときましょう。というわけでですね、まあ今回はですね、まあちょっとこの、まあ普段持ってなかったんでですね、この、電気セーバー、髭剃りを買ったっていう、まあそういう紹介の動画だったです。まあほんとこれちょっと需要のあるかどうかわからない動画なんですけど、まあちょっと一応記念に撮影したみたいな感じで撮影してみました。それではまた。